はい。皆さん、こんにちは。葉月光栄です。葉月光栄のスーヒチャンネルということで、今日もよろしくお願いします。えー、今日はですね、六、えー、6月のマンスリーメッセージをお伝えし、スーヒ、マンスリーメッセージをお伝えしていきたいと思います、えー。明日から、まあ、6月がスタートするわけなんですけども、まあ、スーヒで見る6月は4、安定の月というふうになっています。まあ、4っていうのはやっぱり土台を作る。 っていうかなあの、ベースを作っていくっていう。まあ、四方とか東西南北とかね、えー、四つ足とかそういうことなんですけど、要はその、こうしっかりこう自分のテリトリーというかですね、形にしていく、えー、コツコツ積み重ねるなんていう意味があるんですけども、まさにえ6月はそういう月でですね、えー、5月はですね、感じて動く感動月間でだったんですけども、6月はコツコツ積み重ねる瞑想月間。 ということが言えるんじゃないかなというふうに思います。まあ2023年全体にね、瞑想というのが、まあ瞑想自分の内側と向き合うというか、まあ一人静かな時間を取るということなんですけども、それを習慣にするのが、まあ今年のテーマなんですけども、その中で6月は、まあなんですかね、それをちゃんと定着化させるための、えー、非常に大きなポイントになる月だと言えるんじゃないかなというふうに思います。 瞑想ということで言うとですね、これ以前にもちょっと紹介したかもしれませんけど、僕、この、まあ、これ、いつ飲んだとかな。2008年に出てる瞑想ライフっていう、まあ本があるんですけども、この中、まあいろんな方がね、あの、この自分の瞑想スタイルを、こう、語ってるんですけど、その中の一人に、まあ僕も入れていただいてご紹介していただいたんですけども、 2008年今からもう15年前ですね。もう随分前の話になっちゃうんですけども。まあその当時からですね、やっぱりそのめ瞑想するっていうことがすごく大事ですよっていうのを、まあ僕自身も言ってたし、まあこういうふうに本でね、あのこう、とら取り上げていただいてたりしたんですけど、まあなんかこうやって見るとなんか葉月さん若いですね、やっぱり。<laughs> 15年前だから。 ね。まあ、僕は、その当時からこんな感じで、まあ、いわゆる自分と向き合うのと、それからやっぱり自分の体に感謝する、自,自己ヒーリングと組み合わせて、まあ、オリジナルの僕、瞑想、スタイルをやってたんですけど、これ、あの、すごい面白い方がい,いろいろ出てましてですね、あの、僕のお,お友達、友人の中野博美さんとか、えっと、その当時すごい流行ってたあの、ありがとうのね、五日市さんとかですね、 あと、国際政治学者の中丸薫先生とか、あと、まあ、ね、ドクター中松さんとか、そういう方も出てた本なんですね。で、その頃から、まあ僕はもう本当にもう20年来、まあ瞑想を習慣にしているわけなんですけども、これを定着させ,化させましょうというのが、まあ今月のテーマなんですね。で、なんで 6, 6月がそうなのかっていうとですね、6月は実はこの後半にちょっと山がありまして、 6月は、まあ、の日がありますよね。6月21日が下至の日なんですけども、その下至の日から、今度6月30日、まあ、いわゆるその1年のちょうど半分ということですね。まあ、大晦日から6ヶ月ということなんですけど、これ、えー、日本で言えば夏越えのお払い、えー、まあ、血の輪くぐりとかね、するんですけども、これちょうどその、まあ、転換点というか、分岐点というのがあるわけですけども、この、まあ、の日あたりから、 いわゆる、月末まで。この期間っていうのがやっぱりすごく大きいんですよね。まあ何かがまた大きく動いていく可能性が非常に強いので、えー、そういうふうにこう、外側がこう、わーっとこう、動けば動くほど内側を静かにするというか、内側を静かにしないとやっぱその外側のこの大きな動きにも飲み込まれてしまうので、そういう意味でもですね、 あの、ぜひ、ここは、ちゃんと習慣化しましょうと。特にその前半に、ちゃんとこう、毎日のルーティーンとして、えー、その、瞑その習慣をね、取り入れとかないと、えー、その後半のですね、えー、その、大きなうねりに飲み込まれてしまいますよと。 で、それが、実は、6月だけの話ではなくてですね、実は、数日見るとわかるんですけども、これも、あの、まあ、手帳なんかでも書いてますし、まあ、最初の時にも言ってるんですけども、今、今年はですね、この7月、非常にまた大きいんですよ。7月は、まあ、5変化の月で、に当たってまして、ま、あこの7月あたりからですね、世の中もまた、もうちょっとこう、なんですかね、ギアが変わって、ステージが変わって、大きなうねりが、あ、 始まるだろうということが予想されています。その手前の段階で、その6月のあ21日の下市の日から夏越えの大払いのまでの期間あたりがですね、本当に分水嶺に当たってるんじゃないかなと。で、まあこのあたりはね、また改めて、あの、詳しくお話しさせていただきたいと思いますけども、まあこの6月21日から6月30日ぐらいの間はですね、のテーマは何かというと、一言で言うとジャッジなんですよ。 判決が下るって感じですかね、えー。そのジャッジもただのジャッジじゃなくて、ファイナルジャッジがいよいよ来るなっていう感じですね。はい。あの、別にこ怖がらせるつもりもないし、怖がる必要もないんですけども、まあ、もう、あの、なんですか、ごまかせないよと。まあ、それ今の世間見ててもわかるじゃないですか。もう嘘は通用しないんですよ。 もう隠してたことはバレるんですよ。だからもう隠してても仕方がないよっていう感じですね。はい。もうバレちゃうよと。だからその、そういうその、なんつうか、心理的なもの、精神的なもの、意識的なものがいよいよ表に出てくる。まあある意味別の言い方で言うと本当にパンドラの箱がもう現実的に開かれますよというのが、あその分岐点がどうもこの6月の後半にやってきそうだと。 ということなんですよね。これはもうぜひぜひ覚えておいていただけ、いただきたいなと思いますし、皆さんもそれに対してですね、えー、まあ、準備をしていきましょうということが、まあ,あ大きなテーマになってくるんじゃないかな。そのために、やっぱり日々、毎日自分の内側を整えるということが大事になってくるわけですね。6月の、スヒすひ、なみのマンスリーメッセージ、ちょっと、 あの、か、かいつまんで読ませていただきますけども、えー、ポイントは瞑想を習慣にする。目を閉じてゆっくり大きく深呼吸。それが瞑想。難しいことは何もありません。6月は4、安定の月。今年は7、急速、内省の年。内なる自分と向き合うことが今年のテーマ。その中で6月は内なる自分の声に耳を澄ませ、内なる自分と向き合うことを日常にする。 日常の習慣にすることが運気の波に乗るポイントになります。内なる自分と向き合う、イコール瞑想です。目を閉じて、ゆっくり大きく深呼吸をする。そんな静かな時間を意識的に作ることが瞑想。お金もかからず、誰でもすぐにできること、難しいことは何もありません。はい。まあ、瞑想というと、なんかちょっと特別な、あなんて言うのかな、うん、修行というか、 ああ、をイメージされる方もいらっしゃるかもしれませんけども。いや、一点に何か集中してるっていう時はもう瞑想タイムなんですよ。うん、だからリラックスするっていうのもそうですけども、何かにグッと集中しているっていう時も瞑想ですね。なんか一つの。だからそういう意味では、本当に、何だろう。うん、お掃除する時とかね。もう、ここだけ。で、お仕事で、こう、グッとその目の前に、えー、のものにこう、集中してる時も瞑想だと。 言えるかもしれません。えー、散歩してるときだってそうですし、えー、ランニングしてるときもおもちろんそうかもしれませんし、あるいはお風呂に入っているときなんかもそうかもしれませんし、まあ、最近だとね、えー、流行りのサウナとか、あとソロキャンプとか、まあ、そういうのももう瞑想の時間と言ってもいいかもしれません。それをね、やっぱ意識的にやるっていうことがすごく大事なことなんですよ。 意識的にやりましょううということですね瞑想は誰にでもすぐできますが習慣にするのはなかなか難しいこともそれは目的がはっきりしていないからかもしれません何のために瞑想をするのか何のために瞑想をするんでしょうそれは内なる自分とつながって内なる力を呼び覚ますためそしてそれがこれからの時代を生きていくために最も重要で最も必要とされることだからです ここが分かっててやるのとやらないのの大きな違いがあるということですね。これはぜひ覚えておいてください。やはり、このね、瞑想ライフっていう本、まあ今から15年前なんですけど、なんか、こう、やっぱりその分野で一つ引いててる人っていうか、なんか、うん、自分のスタイルを確立してる人っていうのは、何らかの形でこの瞑想の習慣を絶対取り入れてるんですよ。そういう意味では、やっぱりその、うちなる自分と、 向き合う。内なる自分の力を呼び覚ます。それがこれからの時代、つまりこの頭で考えるんじゃなくて、まあハートで、ある魂で感じていく。これがこれからの時代の、まあいわゆる羅針盤、生き方の羅針盤になるわけですから、それができないと本当に頭でばっかり考えてても流されちゃうよと。そしてその頭の考え方っていうのはもう基本的に古い考え方で、誰かに押さえ、押し、えー、押し付けられた 考え方なんですよね。自分の考えと思ってますけど、全然自分で考えてるわけじゃなくて、まあ、ああみんなが言ってるから、先生が言ってるからああ、親が言ってるから、上司が言ってるからっていう、それをただ受け取っちゃってるだけなんですよ。だからそこに早く気づいてください。 それをやっぱりその自分の内側から来る。やっぱりこれがなんか好きだなとか、こういうことしたいなと。これにワクワクするなっていうことに気づく。その自分の内側の恋に気づくことが、これ、これが瞑想の目的で、これがないとこれからの時代生きていきませんよ。つまりもう横並びで、誰かに言われた通りのことをやってればうまくいく。あるいはある程度そこそこ幸せだったっていう時代はもう終わってるんですよ。もうそれをですね、本当に今月は、 しっかり認識して、それが結局さっき言ったファイナルジャッジとものすごく絡んでくるということなんですよね。ぜひその点を覚えておいていただければというふうに思います。いいでしょうか。いずれにしても1日数分で良いので、意識的に瞑想する習慣を取り入れることが大切です。瞑想する際、内なる自分に対して常にどうしたいの本当にそれでいいのそれが本当にしたいことなのと問いかけてみてください。 答えを探す必要はありませんし、言い訳や自己弁護は不要です。内側に深く、静かに、ただ問いかけるだけで十分です。自分の考えていること、今やっていることと、内なる自分が本当に求めていることとのギャップや違和感に気づくことこそ、 瞑想を習慣化する目的であり、それが目覚めへの大事な一歩となるのです。もう本当にそのと要は、違和感に気づく。自分の中の、あれなんかちょっとおかしいぞ。なんかちょっとずれてるぞっていうことに気づくことが、この目覚め、ね、覚醒、悟りへの第一段階で、ファーストステップなんだ。それがないと、なんかそのまんま流される。まあ別にいいんじゃないのってそんなに悪くもないしっていうことに。まあ、それがね、別にいいんですよ。 悪くはないんです。それでもう全部受け入れてるんだったらいいけども、それじゃあね、これからの時代うまくいきませんよということを、まあ、あ申し上げてるわけで、その違和感に、ギャップに気づくための最初のステップが、まさに、内なる自分と向き合う、イコール瞑想だということです。よろしいですかはい、えー。今月の波乗りワンポイント。自分らしい瞑想スタイルを作り上げよう。本当にその通りです。はずき公園の場合で言うと、 自己ヒーリングと瞑想を組み合わせたあ、アファメーションとね、自己ヒーリングと、うん、瞑想を組み合わせたオリジナルのメソッドがありますから、まあそういうものを参考にしていただいてですね、自分らしい、皆さんも自分らしい瞑想のスタイルをぜひ築き上げてください。そうじゃないとですね、6月の21日のこの月誌から、あ 次の6月30日の,30日の夏越えの大払いあたりまでのこの大きな転換期、そしてそこからやってくる7月からの大波ビッグウェイブに、ええ、をまあ乗り越える、うん、乗り切ることが。 できなくなりますので、ぜひぜひ今月はですね、ちょっと瞑想習慣にするんだということをですね、意識していただければと思います。はい。絶対的におすすめですので、皆さんも参考にして取り入れていただければと思います。はい。ということで、えー、明日から始まる6月も、嬉しく楽しく幸せに過ごしてまいりましょう。で、今日最後ですからね、もう今日までなので、魔法の言霊、最新刊魔法の言霊とコラボした、動画セミナー、あ 特別価格で買えるのは今日までなので、えー、ぜひぜひこちらもチェックしていただければと思います。それではまた、どうも。